アルパインループ国立景観バックカントリー、川道沿いのゴーストタウン、キャピトルシティ、昔の人口は400人だった。その設立者は、コロラド州の州都にしようと望んだ。郵便局、いくつかの小屋、レンガ造りの窯が残っている、ボナンザエンパイアチーフの鉱山と製材所、アルパインループ国立景観バックカントリー、川道沿いにある。製材所は、 アメリカ合衆国土地管理局とヒンズデール軍歴史協会が2000年に建てた。2007年から2008年、この製材所は、なだれで崩壊したヒンズデール軍は、アメリカ合衆国コロラド州の南西部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は843人であり、2000年の790人から6.7%増加した。人口では、 コロラド州の軍で3番目に人口が少ない。軍庁所在地は、レイクシティであり、同軍で人口最大かつ唯一の法人化された町でもある。軍名は著名な開拓者で、コロラド州の副知事を務めたジョージ・エイ・ヒンズレールに、ちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1123.14平方マイルであり、 この内陸地は1117.68平方マイル、水域は5.46平方マイルで、水域率は0.49%である。ヒンズデール群は、コロラド州でもアメリカ合衆国でも最も人里は、慣れた群の一つである。多数のフォーティーナを含む山脈に覆われ、国内でも最も道路のない地域が含まれている。大陸分水海が群内を二度横切っている。 軍内の土地の大半はいくつかの国有林とウェミヌチェ、原生地に分けられている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。